こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、こちら星オーディオさんよりご提供いただきました、かなりね本格的なアンプを紹介したいと思います。こちら型番がね ZA3 というものになります。じゃあまずは開封する前に Amazon の商品ページで商品の特徴を見てみたいと思います。はい、こちら商品名が星オーディオ ZA3 小型 TPA3255 バランスステレオアンプホームオーディオミニ2チャンネルモノラルアンプ家庭用ホームシアターXLR TRS RCA 入力対応、トリガー端子付き、サブウーハーパッシブスピーカー適用、黒色 48V 5A 電源付き、日本語説明書付きという商品名の商品になります。はい、今現在 Amazon でのお値段が24,999円税込みとなっているので、まあ、約25,000円の品物になります。で、今ですとこちらに1,500円オフのクーポンが付いているので、まあ、大体23,500円ぐらいで買える商品になります。高性能と高忠実度星オーディオ ZA3 次世代のバランス型デュアルモードクラス D パワーアンプで、星オーディオ初のステレオとモノラルモードの両方をサポートするアンプです。はい、こちらね完璧な XLR バランス入力サポートということで、なんとね XLR での入力に対応しています。しかもこれね真ん中を見ると TRS 端子とも兼用になっています。この辺がね本格的だなと思ったゆえんでもあります。そしてねもう一つ本格的だなと思ったところはこちらですね、 PBTL モノラルモードにサポート、より強力な出力でステレオハイファイシステムを新たな高みに引き上げますということで、そうなんです、こちらですね通常のステレオモードに加えてなんとモノラルモードをサポートしてまして、2台購入することによってね左右独立したモノラルアンプとして動作することが可能になってます。はい、ちなみにねステレオモード通常の使い方の場合の接続はこんな感じで、まあ、これは通常通りですねオーディオソースの入力を RCA なり XLR で入れて、でスピーカー端子に左右のスピーカーをそれぞれつなぐっていうつなぎ方ですね。はい、そしてねこちらがモノラル入力の場合の接続方法なんですけど、2台のアンプを用意して片側にオーディオソースの左チャンネル、もう片側に右チャンネルだけを接続します。そして左チャンネル用の方からは左側のスピーカーをつないで、右チャンネル用からは右側のスピーカーをつなぐようになっています。はい、そしてさらにねこちらのアンプサブアウト端子があるので外部にねアクティブサブウーハーをつなぐこともできます。2.1 チャンネルとしても使えるということになっています。はい、内蔵しているアンプのチップとしては TPA3255 です。このチップねよく最近聞きますよね、高音質を歌うアンプによく採用されてるなっていうイメージがあります。はい、それから工夫を凝らした放熱システムということで、大型のシャーシー全身ヒートシンクダストカバー付きの側面換気により冷却が強化されていますということで、かなりね放熱について工夫されている筐体になってるみたいです。はい、そして交換可能なオペアンプ、この中の基板にねディップソケットが付いているので、自分の好みのオペアンプと交換して音質をね変えて楽しんだりすることもできます。はい、そして対数ポテンシオメーターということで、こちらですねボリュームに使われている可変抵抗がこの赤の線で書いてあるいわゆる A カーブと呼ばれるものを採用しています。で、対してあの青の線は B カーブと呼ばれるこのリニアに音が変化するタイプなんですけど、オーディオではね結構この A カーブというボリュームを使われることが多いかと思います。で、この辺私もあんまり詳しくないんですけど、 A カーブのボリュームを使う時のメリットっていうとですね、例えばこの0から 100% まででこう音量を変化させる場合ですね、大体の人はフルの 100% までボリュームマックスにして使うことってないと思うんですけど、大体多くても7割ぐらいまでじゃないかなと思うんですね使うのが。で、そう考えた場合にこの青の B カーブの方だと7割ぐらいまでのところまでリニアに音が上がっていくので、この小音量の領域での音の変化がかなり激しいので、ちょっとしたボリューム操作でね大きく音量が変化してしまって、なかなかね自分の使いたい音量に合わせるのが難しいっていうイメージがあって、でそれに対してこの赤の A カーブのボリュームの場合ですと、この小音量の領域の部分がだいぶカーブが寝てると思うんですけど、なのでボリュームをねかなり大きく回してもゆっくりと音量が変化していく感じなんですよね。なので自分の好みの音量に合わせやすいっていう特徴があると思います。で、ある程度ボリュームを回していくと今度はこう急激に音量が上がっていくっていうタイプになります。
はい、そしてね、こちら回路基板なんですけど、デジタルとアナログのモジュールが完全に分離された設計になっています。最適化された回路基板レイアウトによってコアオーディオモジュールを干渉から保護し、より冴えたサウンドを実現します。はい、このどうしてもね、デジタル回路から発信されてしまうこのパルスノイズみたいなものがね、同じ基板上にあるアナログ部分にノイズとして乗ってきてしまうっていうことが起きやすいんですけど、なのでね、なるべくアナログ部分とデジタル部分は分離されたような作りになっているのが望ましいということで、こちらのアンプもちゃんとね、そこのところを考えた設計になってますね。はい、そしてこちらが電源の容量によってのワット数の変化ということで、こちらが一覧表になっています。でこのアンプのセットについている電源なんですけど、一応 48V の 5A というかなりね、大きな電源がついているそうなので、つなぐスピーカーのオーム数によって、ワット数は変わるんですけど、ほぼほぼね、このアンプのスペックをフルに発揮できる電源がついているようです。そこもね、嬉しいですよね。はい、それから 12V トリガー同期インターフェースという端子が装備されています。これもいろんなオーディオ機器の中で結構装備されているものが多いかと思うんですけど、一つの機器を電源オンすれば、複数のオーディオ機器をこの 12V トリガーで接続することによって、電源をね、一斉にオンしたりオフしたりできるようなインターフェースになると思います。例えばね、このアンプに CD プレイヤーをつないでいたとして、 CD プレイヤー側にもこの 12V トリガーの端子があれば、お互いを結ぶことでアンプ側の電源をオンオフするだけで、その CD プレイヤー側の電源も連携してね、オンになったりオフになったりできる、そういった形で使われるものだと思います。はい、そしてアルミニウム合金と一体成型シャーシということで、先ほどね、放熱性に優れたデザインっていうふうに言いましたけども、このシャーシに使われている素材もアルミニウム合金で、放熱性の高い素材をね、使っているようです。繊細なサンドブラストと滑らかな面取りエッジがプレミアムで絶妙な質感とハイエンドの魅力を醸し出していますということで、アルミのシャーシだとね、見た目の高級感も出ますので、より一層ね、所有感を満たしてくれるんじゃないかなと思います。はい、というような内容の商品になります。じゃあ早速ですね、こちら開封して中身を見ていってみたいと思います。はい、開ける前にですね、ちょっとこの箱、この角ね、しっかりやられちゃってますね。こちらもやっぱり中国から送られてきたということで、ちょっとね、配送の質としてはあまり褒められたものじゃないですね。この衝撃がね、中まで響いてないことを祈りたいと思います。はい、じゃあ箱開けていきますね。せーの、オープン。はい、ウレタンが1枚あって、オープン。はい、箱の中身こんな感じです。まずはマニュアルがついてました。こちら全部カラーでマルチランゲージになってますね。で、はい、ちゃんとね、日本語のマニュアルもありました。こんな感じですね。はい、しっかりしたマニュアルだと思います。じゃあ先に付属品の方を見ていきたいと思うんですけど、はい、付属の電源、これ見てください。超でっかいですね。これ多分今まで私が提供していただいた商品の中で一番でっかい電源がついてきたんじゃないかなと思います。これもちょっとしたお弁当箱ぐらいありますよね。幼稚園のお子様のお弁当箱だったらこれぐらいで十分お腹いっぱいになりますよね。はい、そしてスペックは、はい、アウトプット 48V の 5A になります。いや、ちょっとね、このぐらいの電源がついてるとなると音質かなり期待できそうです。で、これは電源の反対側につけるメガネケーブルです。はい、付属品は電源だけですね。こちらのアンプね、もう完全に単機能の音にこだわったアンプということで、 Bluetooth 機能とかね、そういった余計なものは一切ついていません。じゃあ本体を開けてみたいと思います。よいしょ、結構ずしっと重たいですね。はい、じゃあちょっと開けてみましょう。せーの、オープン。おー、これかっこいい。見てください、このひんやりとした金属感、全部ねアルミでできてます。はい、正面のデザインちょっと見てみましょうか。これね、単なる真四角じゃなくて、底面にちょっと空間があるのが特徴のデザインですね。これこうやって置いた時に床からちょっとね、空間が空くので、これもね、配列を考慮した設計なんじゃないかなと思います。デザイン的にもね、おしゃれですよね。ここのくぼみがちょっとしたデザインなんだけど、なかなかいい感じで、ど真ん中にボリュームがデカデカとあります。はい、こちらね、期待通りこうぬるーっとした動きのボリュームになります。やっぱね、カチカチカチよりもこのぬるーって感じの方がオーディオ機器っていう感じしますよね。はい、そして左上に結構控えめに星オーディオのロゴが入ってます。だいぶちっちゃいですよね。自己主張は最低限って感じで、こちらが電源のオンオフスイッチになります。
で反対側にも同じようなレベルがあるんですけど、こちらはステレオモードとモノラルモードの切り替えになります。いやこれぜひねモノラルモードで使ってみたいと思うんですけど、まあ、残念ながら1台しかないので私はこっちのステレオモードで使うことになりますけど、いやこれね2段重ねにしてモノラルモードで使ってみたいですね。もう1台送ってくんないかな。これそれはちょっとね贅沢な要望でしたね。はい、上面は全く何もなくこのひんやりとした金属面だけです。で底面を先に見てみましょうか。底面はゴム足もね結構な厚みで4ミリか5ミリぐらいのものがついています。で真ん中がくぼんだデザインで、でここに検査合格証みたいなものがついています。はい、じゃあ側面、これがねかっこいいんですよ。この放熱を考慮した穴が横一面に並んでるんですけど、そこからねオレンジの差し色が見えてこうメッシュになってるんですよ。このデザインすごい活かすなと思いませんか。これラックに入れる時もちょっとこの横が見えるような感じで置きたいですけどね、どうせだったらね。はい、もちろんね反対側も同じようになっています。はい、じゃあ背面見てみましょう。はい、まずね一番目立つのがこの左側にあるバランス入力端子になります。いやアンプにバランスで入力するってね憧れの世界だったんですけど、いやこれ夢叶いましたね。で先ほども言ったようにこちら XLR の端子とあとね TRS の端子でもどちらでも使えるような共用デザインになっています。でバランス入力ができない方は、まあ、通常通りのねアンバランスの RCA 接続ももちろんできます。まあね私はこちらを使うことになるのかなと思いますけども、こっちもねぜひ使ってみたいですよね。でそれからサブアウト端子がついてます。こちらねプリアウトとかラインアウトの端子ではなくてサブアウトということなので、おそらくね低音の周波数のみが出るようになってるんじゃないかなと思います。なのでサブウーハー専用の端子ですね。はい、そしてスピーカーの端子がついています。よいしょ、こんな感じのターミナルになってます。もちろんねバナナプラグも使えます。で先ほど言いました 12V のトリガーインの端子があります。でそれから電源のアダプターの入力があります。はい、このコンパクトな筐体にねぎっしりと収められてますね、いろんな端子が。はい、こんな感じのアンプですけど、こちらはねもう当然パワーアンプとして使うっていう感じですよね。まあなのでトーンコントロールもなければ、まあ、Bluetooth 入力とかそういった余計なものもなくて、ヘッドホン端子やイヤホン端子もついてません。もう本当に音に特化した作りになってるんじゃないかなと思います。なのでこの前段に人によってはこうプリアンプをつないでね、そちらの方でトーンコントロールをしたり、あと入力を切り替えたりすればもっとね多彩な使い方ができるんじゃないかと思うんですけど、私的にはこのアンプね相当力が入ってるようなので、下手にプリアンプつけないでもう直接ねオーディオソースをこいつに入力して、まあ、このパワーアンプ1台で直接ねスピーカーを駆動して音楽を楽しみたいななんて思っています。はい、というわけでじゃあですねこちらのアンプをね早速セッティングして音出ししていってみたいと思います。はい、今ねこちらにアンプの方をセッティングしました。ちょっと仮置きなんでね天板の上に置いてます。で今の接続構成としてはですね、こちらの SMSL の M500M3 というダックから直接ですねこちらのアンプに音を入力しています。はい、裏側の配線を見るとこちらがねパソコンとつながってる USB ケーブルで、で RCA の出力からケーブルが出ていて、でそれがですねこちらの星オーディオさんのアンプに RCA で入力されてます。そしてスピーカーケーブルでスピーカーにつながっています。でこのケーブルなんですけど一応ですねサブウーハーにもつないでいます。はい、サブウーハーねこちらの奥の方に見えるかなと思うんですけど、結構ちっちゃめのフォステックスのサブウーハーになります。アクティブサブウーハーですね。はい、この超シンプルな構造で音出しをしてみたいと思います。じゃあね今から電源を入れてみたいと思うんですけど、これ私ね開封の時にちょっと説明を間違ってしまったみたいです。こちらのレバーがオンオフボタンって説明したんですけど、これですねオンオフボタンじゃありませんでした。ここよく見るとですね見えますかね、上が XLR で下が RCA の切り替えスイッチでした。なので今ね RCA 接続なのでこのレバーは下に倒して使うっていうことになります。で右側のレバーはモノラルとステレオの切り替えボタンなので、じゃあ電源はどこで入れるのって言ったら、このボリュームノブをね長押しでした。はい、長押しすると、はい、こんな感じでね電源のインジケーターがついてオンになります。はい、じゃあこの状態でねちょっと音出し試しにしてみたいと思います。はい、こちらでね YouTube のオーディオライブラリから1曲再生します。はい、今ね再生状態になりましたけど、ボリュームが0になっているので、じゃあねボリュームを少しずつ上げていきます。はい、音出ましたね。はい、
で、これですね、開封の時説明したように、ボリュームが A カーブになっているので、このボリュームの上げ具合と音量の上がり具合をね、ちょっと見てみてください。じゃあ行きますね。ゆっくり上げます。はい、だいたいね、真上まで今ボリューム上げたんですけど、はい、下げます。はい、今ね、ボリュームだいたい真上ぐらいまで上げたんですけど、もう十分すぎるほど大きな音になりましたね。で、A カーブなので、ボリュームをかなり上げても音量の変化は少ないって説明したんですけど、まあこれさすがにね、真上まで上げちゃうと、はい、もうこれ以上上げたらまずいなっていうぐらいの音が出ました。なので実用の最大幅は真上ぐらいで、この範囲で音量を調整するとなると、やっぱりね、この A カーブだから、このぐらいの短い範囲でも結構自分の好きな音量に調整がしやすいっていうことになりますね。はい、はい、バッチリね、音出し成功したので、じゃあね、ちょっとちゃんとレコーダーをセッティングして空気録音した音を聞いてみたいと思います。希望は夢を埋めて
はい、どうでした？ RCA で接続した時の音ですけど、いやこれちょっとね、私今感動してます。めちゃくちゃ綺麗な音でした。伝わってますかね？ちょっとね、今まで私が紹介した中華アンプ、まあそれなりにね音質満足はしていたんですけど、これはねちょっとレベル違いの音が出てたような気がします。もう今後私これねメインで使うこと確定ですね。今ちょっとここで宣言します。でね、今日はもう一個ちょっとね試したいことがあるんですけど、やっぱりねこのアンプの醍醐味と言ったら、よいしょ、このね XLR でバランス接続ができるっていうところで、これどうしても試してみたいじゃないですか。でね、よくよく考えてみたらね、この私が持ってる M500M3 っていうこのダックなんですけど、これね背面見ると、はい、なんとね XLR の出力これついてるんですよね。これの存在をすっかり私忘れてて、なんだこれ接続できるじゃんって思いまして、実は、はい、バランスケーブルね購入しちゃいました。これねプロケーブルさんに注文して、ちゃんとねカスタムメイドで作ってもらったやつなので、これ品質はかなりいいものだと思います。いや、このね RCA 接続でもすごい満足できる音が出たんですけど、さらにねバランス接続にしたらどんな音になるのかっていうのをすごい楽しみですね。じゃあ早速ちょっとね一回電源を落としまして、ボリューム0にして電源を落として、で XLR ケーブルつけていってみたいと思います。はい、じゃあこれ開封しちゃいますね。よいしょ、これ人生初バランス接続です。私あのイヤホンのねバランス接続は聞いたことあるんですけど、このアンプとスピーカーをバランスでね接続するっていうのはこれ初めての経験です。ちょっとワクワクしますね。じゃあちょっと1本ずつやっていきたいと思います。ちなみに片側がオスケーブルで、もう片側がメスケーブルで作っています。なのでこのダック側がこっちのメスケーブルが刺さるんですかね。でこっちが L、はい、カチンと刺さって、でアンプ側はこっちが L ですね。カチッと、はい、刺さりました。で今度は R 側を刺します。カチッ、でアンプ側をカチッと、はい、これでね結線は終わりました。じゃあちょっとこれで向きを変えて、はい、これでボリュームをゼロにして、この切り替えスイッチを XLR の方に切り替えればいいわけですね。で電源を入れますと、はい、じゃあこれでバランス接続できたと思うので、早速ねバランス接続で空気録音した音を聞いてみたいと思います。じゃあどうぞ。
いかがだったでしょう。バランス入力の音、ちょっとね、想像を超えてますね、これ。いや、もちろんね、高級アンプなんかと比べてどうかっていうのは、私あんまりね、そんな高いアンプで試聴したことないから、まあ、上を見ればキリがないとは思うんですけど、これね、わずか2万5千円くらいで買えるアンプなんですけど、いや、このぐらいの音が出るんだったら、いや、もうこれ買いだと思いますね。ちなみに、バランス接続で聞いた時には、RCA のアンバランス接続に比べて、だいぶ音圧が上がりました。で、空気録音するときに、だいたい同じぐらいの音量になるようにボリューム調節したところ、だいたいこのぐらいになりました。今10時の方向ぐらい向いてますよね。でこれが、アンバランス RCA 接続の時は真上にしてたので、これぐらいね、音圧の差がありました。というか、ね、それでもまだね、バランス接続の方が若干音量大きかったかもしれないです。で、音質の方は、私的には文句なしでした。もう RCA 接続の時点で大満足の音だったんですけど、
なんかね、高音から低音まですごいバランスよくなってて、でだけど平坦な音じゃなくてめちゃくちゃね立体的な音に聞こえるんですよね。でボーカルが特にね、こう自分に近いところで歌ってくれてるような感覚になって、で楽器はもう生演奏の生々しさが伝わってくるような臨場感がありました。でその傾向はバランス接続にするとさらに増してですね、ボーカルはさらに自分の方に近づいてきて、なんかもうね耳元で歌われてるかのような、まあちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけど、めちゃくちゃなんかねリアルな生の声に聞こえましたね。で楽器は楽器でちゃんとバックで演奏されてるなっていう感じが分かって、すごいなんかね2チャンネルなのに立体感がありましたね。まあ音質的に言ったらこれ今まで紹介したアンプの中で私の中ではベストじゃないかなっていう評価です。であえてちょっとね残念だったなと思う点を挙げるとですね、まあこれ音質に特化した設計になってるからっていうのもあるんですが、まあ見ての通りすごいシンプルな作りで、まあトーンコントロールもなければヘッドホン端子もないんですけど、欲を言えばこれにね、リモコンの操作がついてればすごい便利だったのになと思いました。まあこれねボリューム調整するときにいちいちねこのアンプまでやってきてこうやってボリューム調整しないといけないんで、まあ、音量調節してはリスニングポイントに戻って確認して、でまたこっちに来てボリュームを再調整するみたいなね、このベストな場所を探すまでに結構めんどくさいっていう手間がね発生するので、そこはちょっと残念なんですけど、まあ、これはねもう音質を重視するか機能性や利便性を重視するかのトレードオフだと思うんで、まあ、そこは仕方がないと思うんですけど、まあ、もし便利に使いたい場合はこれパワーアンプなんで、これの前に一つねプリアンプを入れて、まあ、今私が使ってるのだと、まあ、こんな感じのアイワイマさんの真空管プリアンプがあるんですけど、これを前の段に入れれば、こいつにリモコンもついてますんで、席に座りながらボリューム調整したりとか、あとこれに Bluetooth 接続をして Bluetooth の音楽も聴けるっていうような感じで利便性はかなり上がるんですけど、ちょっとねこんだけ音質がいいアンプだとは思わなかったんで、これの前にねプリアンプをかましてしまって余計なものをなんか入れたくないなっていう気持ちにもなっちゃうんですよね。それぐらいねちょっとこのアンプのねピュアな音を気に入ってしまいました。でそこでね私ねいい案を思いついたんですよ。このアンプバランスとアンバランスがスイッチで切り替えができるんで、ってことは同時に2系統ねつなぎっぱなしにしておけるっていうことなので、はい、こんな感じでねこの RCA のケーブルと XLR のケーブルは両方つなぎっぱなしにしておいて、前面のスイッチで聞きたい方に切り替えることができるので、ってことはこっちのアンバランスの RCA のケーブルの方だけこの前段にねこのプリアンプをつないでおいてもいいんじゃないかなと思いまして、で普段使いで便利に使いたい場合はこの前面の切り替えスイッチをで操作はこのプリアンプでボリューム調整とかリモコンでねやって、まあ、便利に使えますよね。でも本格的に聞きたいなと思った時にはこれをねXLR に切り替えて先ほどのようなねダイナミックな音が聞けるっていう、そうやって使えばこれ操作性のデメリットを打ち消せるんじゃないかなと思いました。どうでしょうこの私のアイデア、いいと思いませんか。なのでね2系統切り替えスイッチがあるっていうのはこれ使い方に幅が出てすごく便利だなと思いました。でねさらにこのアンプまだまだ音質向上の余地があるっていうのは、この今ねステレオモードで使ってるんですけど、もう1台このアンプを買い足してモノラルモードにすればですね、左用右用って形でさらに音質アップが期待できるっていう作りになってるので、拡張性もねこれなかなかいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで今回は星オーディオさんからご紹介いただきました ZA3 というねモノラルとステレオ両方に使えるパワーアンプを紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。個人的にはねこちらの SMSL との DAC の組み合わせでちょっと今まで聞いたことのないような素晴らしい音が聞けたので、もう今後これは私のメインアンプにしていこうというふうにね思っちゃいました。はい、こちらの商品ね気になる方がいらっしゃいましたら動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。